今日のテーマはこちら、サイレントパンデミックです。こちら直訳すると静かに感染が広がるという意味ですが、私たちが気がつかない間に静かに感染が広がっている現状があること、皆さんはご存知でしょうか。その背景にはある細菌の存在がありました。病院で処方される薬、皆さん正しく飲んでいますか？その飲み方によっては健康状態に大きな影響をもたらすかもしれません。感染症の際、医師から処方される抗菌薬。この抗菌薬が効かない細菌が世界で問題となっています。福井大学病院で感染症を専門とする坂巻一平教授に聞きました。我々は抗菌薬と言っていますけれども、いわゆる抗生物質が効かないものが薬剤耐性菌ですので、それで感染した場合には治療法がないということになりますので、感染を治すことができない、もしくは命に関わることがあるということになります。私たちが気づかない間に静かに感染が広がっていることから、サイレントパンデミックとも呼ばれる薬剤耐性菌。それでは、なぜ薬剤耐性菌が生まれるのでしょうか。簡単に言えば抗菌薬を使いすぎているということになります。ということはすなわち、医療者側がといいますか、医師が処方しすぎなり適正に使用できていない可能性があります。抗菌薬は細菌を退治するための薬。細菌とウイルスはどちらも感染症を引き起こすため一括りにされてしまいがちですが、全くの別物。抗菌薬はウイルスには効果がありません。そもそも体内にはさまざまな細菌が存在し、すべての細菌が病気を引き起こすわけではなく、お互いにバランスを保っています。抗菌薬を必要以上に摂取することで多くの細菌が減少し、耐性を持った細菌だけが増殖。バランスが崩れ、体に悪い影響を及ぼす可能性があります。このまま治療効果のない抗菌薬を飲み続けると、どんな未来が待っているのでしょうか。体内で増殖した薬剤耐性菌は、人から人へと感染していきます。薬剤耐性菌による死者数は、2019年は全世界でおよそ127万人とされていて、それが2050年には1000万人にまで増えると考えられています。これは現在850万人とされるがんによる死亡者数を上回る数字です。政府は2016年から2020年にかけ、薬剤耐性対策アクションプランを実施しました。これは基本的な薬剤耐性菌の啓発活動や抗菌薬使用量を3分の2に減らすことを目標としたもので、現在も継続して実施しています。では、県内での取り組みとしては、県内の多くの病院が参加しているんですけれども、福井感染制御ネットワーク FIC ネットというものがありまして、これは時にイベントを行っていまして、抗菌薬はウイルスに効果がないんであるとか、風邪の多くがウイルスなので抗菌薬を処方しないことが多いということを啓発しています。将来のためにも正しい知識を持ち、向き合っていくことが大切な薬剤耐性菌。私たちには何ができるでしょうか。医師側もそこは気をつけていかないといけないですし、それから患者さん側も全ての感染症に抗菌薬が効くわけではないですので、必ずしも抗菌薬を求めすぎないようにしていただくということが、お互いに気をつけるということが抗菌薬の使用を減らし、耐性菌を減らしていくことになるんではないかなというふうに思います。さて、映像の中で薬剤耐性対策アクションプランについて2006年から実施と表示されていましたが、正しくは2016年からの実施です。さて、今回のポイントをおさらいします。薬剤耐性菌を増やさないために欲しがらない、飲み切る、ちょっとこれ相対する言葉のように感じるんですが、詳しくお伝えしますと、欲しがらないというのは、必要のない場合でも抗菌薬を欲しがってしまう患者さんがいるということで、こちらお医者さんの処方をしっかりと守りましょう、自分から欲しがらないようにしましょうということです。そして飲み切るというのは、抗菌薬処方された場合は必要な場合です。必要な場合はきちんと飲み切るようにしてください。飲んだり飲まなかったりといった中途半端な服用も、また薬剤耐性菌を増やす可能性があるということなんです。欲しがらない、飲み切るといった正しい知識、私たちも身につけて薬との向き合い方を考えることが必要です。今日の健康の種でした。